民党の皆様からすれば、自分たちが差別だと思っていないのであれば、差別をしても構わないわけです。自分たちが神か何かだと勘違いされているんじゃないかと、その傲慢さにうんざりします。今回冊子を読んで本当に驚愕しました。いつまでこんなに非論理的でめちゃくちゃな考えによって私たちは差別され続けなければなれないでしょうか。自殺率が高いのは本人のせいだと、もう人としてどうしてこんなことが言えるのかと、本当にこう憤りを通り越して本当にこうもう絶望する気持ちになります。本当に絶対に許せません。 Q プラスは障害ではない、病気ではないという批判のされ方にも分かるんですけど、危うさを感じました。でもなぜ共同発起人として今回旗を振ることにしたのか、それは差別行為に加担しないと決めているからです。ここにいる共同人としから行動を取るんです。ほら、そして私が今日はっきり言いたいのは、このお手本になれるのはその冊子を否定するものから始まります。何のためにこの行方を座っているのかよく思い出してください。